阿南鉄道は、徳島県勝浦郡小松島町と長郡、花浦村を結ぶため建設された、鉄道路線及びその運営会社である、乗り合い自動車業も経営した。後に国有化され、現在の四国旅客鉄道無儀線の一部となった。1900年長郡、花浦村出身の大義師、坂東勘五郎ら有志により、徳島駅より、岩秋間に鉄道を敷設することを計画し、 愛用鉄道株式会社を設立することになった。しかし、有志の多くが徳島鉄道の役員であったことから、徳島鉄道の手により付設することになり、仮免状がカフされた。ところが、徳島鉄道は1907年国に買収されることになり、計画は立ち消えとなってしまった。1911年、石井町の実業家で大義士の幾田和平ら有志は、 徳島市二軒屋を起点とし、岩脇に至る路線の敷設と阿南、電気鉄道設立の申請をした。これは、さきの阿洋鉄道と同ルートであった。なお当初の計画では、長群新の村が終点であったが中川へ、加強するためには、多額の費用がかかることから古城を終点にした。この申請に、鉄道院は、徳島小松島間には、 阿波国共同規制に対し免許しているので重複を避けること、電気鉄道を蒸気鉄道に変更することなど指示があった。このため起点を小松島町とし、蒸気鉄道に変更する申請をした。社名は阿南鉄道に変更して1913年に会社を設立し、本社は徳島に置いた。社長は生田和平が就任した。 なお起点は小松島と中田の両案があり小松島町を2分するほどの騒動となり末松海一郎知事の調停により起点は中田に決まった。そして小松島京弁線中田駅より羽の浦村古城に至る路線の不設工事は1915年12月1月に着工、1916年12月に全線開業した。 列車の運転は1日7往復うち4往復は徳島まで直通運転をした。また支線も計画された。一つは、羽花浦駅より分岐して、平島村大麻、大京原村麻西の口に至る支線で1913年に免許状がガフされたが工事に着手できず免許を取り消された。このため1914年10月20日に再度免許されたが結局免許を返納。 もう一つは、辰江駅より分岐して、勝浦群棚野村へ至る路線で1918年に免許されたが、関東大震災後の財界不況により、実現できなかった。やがて乗り合い自動車の進出により、鉄道収入が減少。1927年乗り合い自動車兼業を申請し1928年から営業を開始する。さらに1930年にガソリンカーを購入。 一日十五15往復に増便した。しかし、乗り合い自動車業を始めたものの業績回復には至らなかったため代議士でもある。生田社長は、鉄道買収を政府に働きかけた結果、1928年1月の閣議で阿南鉄道の買収が決定された。しかし、麦線、花浦麦間の工事が延期されたため買収案は消滅してしまった。 ようやく1933年工事が再開され、1936年3月に、麦千葉の浦駅、桑野駅間が開通した。5月に開かれた第69回帝国議会において、岩手カルビン鉄道株式会社所属鉄道外産、鉄道及び兼業に属する資産外、おさむのため交際、おこり港に関する法律案が、政府から提出され、法案は可決された。 買収日は七月一日となり、買収価格は六六十八万千八百五十五円。開業線建設費七十五万三千七百七十一円に、大使ントであった。阿南鉄道の開通線と未成線の路線図、周辺の国鉄線を含む、国有火事に、花浦、古昌馬は、旅客営業を廃止して、貨物支線となった後に、徳島、中玉が、 無線に編入され、花浦。古昭和の貨物支線は廃止。小松島線として残った中田小松島間も国鉄末期に廃止となった開業時は、機関車1両、客車3両、貨車4両を鉄道員から上機動車を三河鉄道から購入。上機動車は三河鉄道ではわずか3年しか使用されなかったが、阿南鉄道では主力として活躍した。 1930年、ガソリンカー3両を購入。上機動車に代わり徳島乗り入れを行う。1931年に1両を追加しほぼ全列車、かつ貨車経員もこなした。その後は、麦線建設資材輸送で貨物が増加。麦線開業により、客家が増加し、ガソリンカーの出番は半減した。ありがとうございます。